やいや、俺よりエグいじゃないですか。2回か3回ですよ。何人？今日は3人です。はい、おめでとうございます。おめでとう。しっかり動けるのは素晴らしいです。すごくいいコンディションじゃないですか。試合を約1ヶ月前にね控えて12ラウンドこれだけ動けるのはやっぱさすがチャンピオンですね。無駄な動きもあんまりないしレベルがすごく高いですね。めちゃめちゃ頭がいいんでしょうね。バレたすごいな。12ラウンドあれだけ動いたら調子いいんちゃう。読まれましたね。あんなパンチ持てないやん。びっくりした。本当ですか。あの予想以上、想像以上。本当ですか。ありがたい。うまいわ。テクニックすごいあるな。タイミング悪いし、ディフェンスもいいし、スタミナあるし、なかなか隙のないボクサー。この階級じゃ向かうとこ敵なし。頑張ります。まあ、もう次はちょっとあの上の階級見せた方がいいかな。はい。そうですね。体もうな結構大きいし。はい。減量きついじゃない。減量きついですもん。なるほど。計量当日密着してほしいですね。計量前日か。あ、密着してあげて。でもめっちゃしんどいと思う。死んでます僕。今までこの体やもん。ライトフライでしっかり体を作った方がすごいチャンピオンになるんちゃうかな。ありがとうございます。これ頑張ります、うん。頑張ってください。ありがとうございます。まあ相手も強いあの挑戦者やから、こうしっかりクリアして、次は一つ階級上げて2階級制覇狙った方がいいね。
プライドフライティーのトップクラスだと思うんですよ。ケンシロ選手、ドーハとやっても面白い、技術高いな、うまいなとは思ってましたけど、ここまでこう完成度の高いボクサーだと疲れの意味で改めて思いました。すごくレベル高い。ただボクシングというのはそう言うてても分からんのがボクシング。ちょっとした歯車が組むだけで展開変わるから、まあ楽しみですね、試合が。まあスタミナはいけたんですけど、まあ課題はめっちゃあります。60点もないぐらいですね。まあ全体的にもらいすぎましたね、今日1オンスだったらあれで多分ダメージ残るんで危ないです。いやでもまあ一発目でこんだけ課題が見つかったらまあ良かったです。試合の時はもう二回りぐらい進化してると思うんで期待してもらえる。